こんにちは、こんばんは。ヘロンの数学チャンネルです。今日は図形の衝突判定を解説して、その後それをプログラミングしていきます。今回は2種類の衝突判定を解説します。まず円同士の衝突判定です。これは計算が簡単だしよく使えます。次に線分同士の衝突判定です。これは応用が効くし計算も割と簡単です。このチャンネルの最初の動画である FPS を作る動画でもこれを使って視界を計算しています。その動画では解説が少なかったので、今回がっつり解説します。では本編行きましょう。さて、まずは円同士の衝突判定です。まず2つの円 C0、C1 を考えます。その半径をそれぞれ R0、R1 と置きます。そして円の中心の間の距離を D と置きます。すると D の値を見るだけで衝突判定ができます。なんですけど、コンピューターでは計算誤差があるので、D がぴったり R0 プラス R1 になることはほぼありません。ですから、そのケースは考えません。さて、これをプログラムで表現するにはどうすればいいでしょうか。では、このおなじみのひな形から始めましょう。P5JS Web Editor の場合、プログラムを新規作成すれば同じひな形が出ます。画面を少し大きくしたいので、Create Canvas 関数の引数の値を増やします。そして円を表す変数をいくつか定義します。 X0 と Y0 は円の中心の座標、 R0 は円の半径です。そしてサークル関数で今定義した円を描画します。ただしサークル関数の引数は円の半径ではなく直径なので、 R0 に2をかけて辻褄を合わせます。これで一旦実行すると円が描画されます。当然ながら衝突判定をするには円がもう一個必要なので、その変数を定義します。これだと重なっていることが分かりづらいので、NoFill 関数で塗りつぶさなくします。また、StrokeWeight 関数で線を太くします。これで見やすくなりました。準備ができたので、衝突判定のプログラムを書きましょう。まず、円の中心間の距離 D を求めます。P5JS の dist 関数を使ってもいいんですけど、まあ、ここでは数式からプログラムを書く練習をしましょう。2点間の距離を求める式はググればすぐに見つかります。問題はこれをどうプログラムに落とし込むかですね。まず左辺はそのままで OK です。問題は右辺です。まあ、こういうちょっと複雑な式は外側から見ていくと楽です。まず式全体が平方根に覆われてますね。P5JS ではスクエアルート関数で平方根を求められるのでそれを使います。そして X1-X0 まではいいですね。2乗はどうするのかというと、 JavaScript のべき乗演算子を使います。残り度 Y1-Y0 の2乗も同様に書けます。ちなみにスペースは勝手に見やすいようにつけて構いません。一定のルールに沿って整形したい人は ESLint を調べてみてください。計算できているか確認するために、今求めた D を画面に描画します。まず、ストローク関数で文字の色を決めます。次に、テクストサイズ関数で文字の大きさを決めます。最後に、テクスト関数で描画します。実行してみると、D が計算されて描画されていますが、正しいかどうか、まあそう、よくわかんないですね。そこで、マウスで片方の円を動かせるようにしましょう。これは簡単で、P5 のマウス X、マウス Y 変数をそのまま代入するだけです。実行してみると、確かに円の中心間の距離が計算できています。小数が邪魔で見づらいので、P5 の NFC 関数で桁数を制限しておきます。これでだいぶ見やすくなりましたね。あとは D の値を見れば衝突判定ができます。冒頭で説明したこの不等式を使います。これはちょっと見慣れない書き方だと思うんですけど、こうすると変数 hit に不等式の真偽が代入されます。真偽の表し方はプログラミング言語によって異なるんですけど、JavaScript では true か false という値が入ります。で、衝突したかどうかを分かりやすくするために、条件演算子を使って、hit の真偽に応じて、枠線の太さを変えてみます。すると、ちゃんと衝突判定ができていますね。
ただ問題が1個あります。文字の太さも一緒に変わっちゃってます。解決策はいろいろありますが、一番手っ取り早いのは太さをリセットすることです。で、短いプログラムならこれでもいいんですけど、このやり方には重大な欠点があります。塗りつぶす色もヒットに応じて変えたらどうなるでしょうか。塗りつぶす色はリセットしていないから変わっちゃいますね。それもリセットすれば期待通りの結果にはなりますが、リセット用の関数がどんどん増えていきます。プログラムが長くなればいずれ破綻しますね。そこで登場するのがプッシュ関数とポップ関数です。プッシュは現在の色とか線の太さとかを保存する関数です。ポップは保存した設定を復元する関数です。プッシュ関数とポップ関数で囲んだ場所ではいくら設定をめちゃくちゃに変えても大丈夫です。ここで保存した設定がここで復元されるからですね。詳しい説明はまあ別の動画でじっくりやります。とりあえず今日は描画設定の保存と復元に使うことだけ覚えれば大丈夫です。さて話がそれましたが、線分同士の衝突判定をやりましょう。こちらは円同士より少し難しいですが汎用性が高いです。例えばよくある横スクロールのアクションゲームを想像してください。プレイヤーが垂直に落下する場合、その着地点はどこでしょうか。この問題は地形と速度ベクトルをそれぞれ線分としてみて、その交点を求めることに帰着します。さてまずは図で考えます。 x0、y0 から x1、y1 が片方の線分で、 x2、y2 から x3、y3 がもう片方の線分です。交点を求めるには2つの線分の方程式が同じ y となる x を求めます。だからまず2つの線分の方程式を y イコールに変形します。ただし線分の方程式を考えるとこれ条件が必要でくっそめんどくさいから、ひとまず条件を捨てて直線の方程式として考えます。そんで y が等しくなる x を探したいんだから y を消去します。そしたら x イコールに変形すれば交点の x 座標がわかります。t0-t1 が0の場合はこの式は計算できませんが、それは傾きが等しい場合、すなわち2直線が平行の場合だから、そもそも交点が存在しない場合ですね。で、問題はもう1個あります。 t0-t1 が極端に大きい場合、すなわち直線が y 軸平行に近い場合は計算誤差のせいでうまく計算できません。だからその場合は終点を少しだけずらします。実際はこんな大きく動かす必要はなくて、まあ、0.1 とか 0.01 だけ動かせば十分です。そうすると線分の見た目を変えずにバグを回避できます。では下準備として線分を書くプログラムを書きます。座標はまあ適当です。ただし動作確認をやりやすくするために1点だけマウスで動かせるようにしました。座標を定義したら忘れずに描画しましょう。実行結果はこうなります。さて、交点を求めましょう。下準備として傾き t0t1 を求めます。交点の x 座標はこの式をそのまま書きます。ただし分子と分母を括弧でくくらないと演算子の優先順位のせいでバグります。そこだけ注意です。交点の y 座標は今求めた x を方程式に代入すれば求まりますね。で、最後に交点を描画します。まだ問題だらけですが、一旦実行してみましょう。一見ちゃんと動いているように見えますが、これ愚直に実装しただけなので、今まで説明してきた全ての問題を抱えています。まず、線分が y 軸平行となった場合にバグります。デバッグツールで傾き t0 を見ると、さっき説明した通り t がクソでかい値になってます。そのせいで、その後の計算もバグっています。また2つの線分が平行である場合、交点の座標がおかしくなります。厳密に言えば交点が存在しないのに無理やり計算した結果 t0-t1 が0になって、で分母が0になるからですね。さらにまずいのはバグった x と y の値がポイント関数に渡っていることです。今回はたまたまセーフでしたが、関数の内容によってはプログラム全体がバグることもありえます。 t0
極めつけに線分の条件を無視しているので、延長線上で交わった場合でも交点とみなされてしまいます。では、今述べた3個の問題を直しましょう。まず、線分が Y 軸平行となってしまうのを回避します。始点と終点の X 座標が近すぎるとき、少しずらせば OK です。2つの線分が平行のときは、交点を計算しないようにしましょう。これで一旦実行してみると、JavaScript さんがカンカンでいらっしゃるよ。デバッグして差し上げろ。これはなぜ動かないのか。変数のスコープの問題ですね。X と Y はこのスコープの中でしか生存できません。にもかかわらず、ポイント関数で X と Y を使おうとしているから、エラーとなったわけですね。だからまず、X と Y をスコープの外に避難させます。で、スコープの中では変数を定義しないで、変数を変更します。これで OK です。これで、線分が Y 軸平行の場合でも、2つの線分が平行の場合でもバグらなくなりました。残る問題は線分の条件だけです。冒頭で消したこの条件を復活させてもいいんですけど、せっかくなのでベクトル方程式を使ってより直感的に条件を求めてみましょう。ベクトル方程式は高校で少しだけ触れるんですが、主に2つの1ベクトルの間を通る1ベクトルの式を求めるという問題を解かされます。で、答えはこの式です。この式が何を表しているのかというと、R を変えると1ベクトル C が直線上動くことを表しています。これはどういうことかというと、R が0の時は単に C イコール A となるから、こうなりますね。R が1の時は C イコール B となるから、こうなりますね。で、R が半端な値の時は A と B の間を指します。R が0から1の範囲外なら外側を指します。このベクトル方程式を応用すれば交点が線分上にあるかを計算できます。今回のプログラムでは2つの線分を考えないといけないんですけど、まあ、とりあえず片方の線分だけを考えましょう。まず線分の始点を1ベクトル A と置きます。次に線分の終点を1ベクトル B と置きます。最後に交点を1ベクトル C と置きます。すると、さっきの考えをそのまま適用できます。R が0から1の範囲内の時、C が線分上にあると言えます。R を求めるには少しだけコツがいります。この式を R イコールの形に変形すればいいんですけど、ここで詰まります。ベクトルをベクトルで割る演算はないので、両辺を B-A で割ってはいけません。なので、成分の関係に分解します。添え字の0は X 成分、添え字の1は Y 成分です。X 成分が上の関係を満たし、かつ Y 成分が下の関係を満たすという関係に書き直せるんですね。こうすると、この式にはもう実数しかないので、簡単に R イコールの形にできます。この式のどっちを使っても R を求められます。まあ本来なら分母が0になる可能性があるから場合分けがいるんですけど、今回はその心配がないのでこちらの式だけを使います。ではプログラムを書きましょう。分子はさっきの式では C0-A0 でしたね。これは交点の X 座標マイナス始点の X 座標を意味するんだから、このプログラムでは X-X0 となりますね。で、分母はさっきの式では B0-A0 でしたね。これは終点の X 座標マイナス始点の X 座標を意味するんだから、このプログラムでは X1-X0 となりますね。R が0から1の間なら交点が線分上にあるんだから、条件はこう書けますね。後々条件が複雑になるんで、条件の真偽は hit という変数に入れておきましょう。あとは、交点が線分上にある時だけ描画するようにします。この if 文に条件を追加すればいいですね。では動作確認しましょう。ちゃんと動いているように見えます。が、まだ片方の線分の条件しか考えていないので、もう片方の線分が直線とみなされてしまっています。というわけで、もう片方の線分と交点について R を求めましょう。区別のためにさっきの R を R0。今から求めるのを R1 とします。分子は
交点の x 座標マイナス支点の x 座標だから x-x2 となりますね。分母は終点の x 座標マイナス支点の x 座標だから x3-x2 となりますね。条件は追加するだけです。では動作確認しましょう。いやー、今度こそ完成です。お疲れ様でした。今回作ったプログラムは動画説明欄から動かしたり改造したりできます。何もインストールしなくても動きます。さて、解説は以上ですが、一つ皆さんにご報告があります。広告収入だけではチャンネルの運営が難しいため、今日からメンバーシップを始めます。特典として月刊マガジンを読めます。自分の YouTube 戦略やプライベートでの出来事、あと思い出話など表では話しづらいことを書く予定です。ただし特典は後々変わる可能性があるので、メンバーシップの購入時にご確認をお願いします。また欲しいものリストも引き続き公開中です。すでに3名の方からご支援いただきました。マジありがとうございます。もちろんコメントも励みになります。すべてに反応するのは難しいですが、ほぼ 100% 読ませていただいてます。それではご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。では。